ナンドラファエルはアンゴラル・アンダ出身のサッカー選手。元、サッカー・アンゴラ代表。8歳の時にアンゴラ内戦で両親が殺され、おじとおばに引き取られ共にオランダへ渡った。1995年、11歳の時にアヤックス・アカデミーに入団した。そこで、ベスレー・スナイデルやラファエル・ハンデルハールトといった、後にアヤックスのみならずオランダ代表の主軸になる。 選手たちと一緒にプレーした。2001から02シーズンにリザーブチームで23試合20ゴールと活躍したことにより、クラブから3年契約が提示されたが、労働許可証が降りず、トップチームでプレーすることが許されなかったため、2002年半ば、大弾を余儀なくされた。2003年、アンゴラサッカー連盟は代表デビューのアプローチを行ったが、ラファエル自身は難民として、 ユース時代を過ごしたオランダでオランダ代表としてプレーしたい。そのために国籍取得を待っていると断った。2005年に再びアプローチを行ったが、ラファエルは夏にドイツ国籍を取得し U-21 代表でプレー翌年には UEFAU-21 欧州選手権出場した。2012年アンゴラ代表としてプレーすることを決意。 フィファから承認され、アフリカネーションズカップ2012スーダン代表戦で代表デビューを果たした。フィファからアンゴラ代表でプレーするための許可が降りていない段階で、アフリカネーションズカップ2012のメンバーに登録された。ラファエル・ブリングーズ・ジョイツ・ジャーマニー、ハット・アバー・アブ・ザ・ロー、アンゴラ・ンシャツ・フォー・ナンド・ハット・アンゴラ・プランズ・ディ・レイルド、ハット・ラファエル、プレデュエ・フュアダイ・ダ・プルスピチェ、 ハットストライカー、ナンドラファエルクリド2プレイ4アンゴラハットアンキャプテン、ナンドメイクスアンゴラ、エスネーションズカップスクワット。ありがとうございます。